今年も良い花をつけたな。お前の手入れの賜物か。ありがとうございます。今年は気候が良かったもので、普段にも増して庭園が美しく保たれていますね。見事です。ありがとうございます。今日という日でさえなかったなら、バラをめでながら紅茶を楽しむこともできただろうに。不愉快な奴らが。時にクラウスの方はどうなのか。レイの借金返済の計画は無事に進んでいるのか。確かに現実性のある計画のようです。ただ計画の規模がだいぶ大きいようで、なかなか思い通りに結実しないようです。可能ならば今日の親族会議を迎える前に何とかしたかったの。申し訳ございません。良いのか、金蔵。そんなところをのんびり散歩しておって。反魔法の毒素の塊である親族どもが押しかけてくるのだぞ。鉢合わせになったらそなたの魂など一瞬で蒸発してしまうぞ。すでに死んだ身だ。蒸発もまた小気味が良いというもの。そういうわけには参りません。どうかお城宮家のためにもうしばらくお力をお貸しください。夏日、親族どもの乗った船がこちらへ向かったようだぞ。そろそろ散歩は終わりにした方がよかろうな。そうですか、ありがとう。お父様は書斎へお戻りください。やれやれ、この絶好の日和なのにな。残念だ。愚痴るな、金蔵。今のそなたはわらわに生かされているだけの幽霊であろうが、そなたに毒素で消し飛ばれてはわらわも夏日も困るのでな。おとなしく書斎へ閉じこもり、布団でもかぶっておれ。フフフフフ。死してなおバラをめでる機会を与えられただけでも幸運とするほかないな。わかった。書斎へ戻ろう。だが紅茶はもらいたい。カノン、源氏に紅茶を届けるように伝えよう。今日はマルコポーロでももらおう。かしこまりました。では解散しよう。夏日、私抜きで見事親族会議をこなしてみせよ。もちろんです、お父様。彼らの前で名乗ることはできませんが、主人はすでに後宮家当主。私もその妻として恥ずかしくないよう微力を尽くします。朝から胃痛を起こしているクラウスに比べ、夏日はなんと落ち着いたことか。我が息子が情けない。主人にも主人の才能があります。そのお呼ばぬところを支えてこそ私は妻なのです。うん、しっかりやれ。私は茶番の邪魔にならぬおとなしく閉じこもっているとしよう。カノン、お父様を書斎までお連れしなさい。
それから源氏に紅茶の手配を。肩を借りるほど猛禄しておらぬわ。様になっているぞ。金蔵の亡き妻にも似た貫禄があるな。万一お父様が反魔法の毒素にやられたら、魔法は瞬時に解けてしまうのですか？うん、瞬く間だ。わらわは姿を消せばよいが、すでに亡者の金蔵は姿を失えば、たちまちのうちに太陽の風に吹き飛ばされ塵と消える。用心せよ。ええ、分かっています。そなたには魔女の才能があるかもしれぬな。反魔法の毒素をためにためて年を重ねたが、それでもなおそなたは魔法を理解した。わらわとの出会いが幼少の頃であったなら、そなたは今頃偉大なる魔女だったかもしれぬ。私は後宮クラウスの妻で当主夫人です。名誉を守るためならば魔女にも鬼にもなりましょう。あなたの魔法の力には深く感謝します。後宮家の名誉はあなたの力なくして守れませんでした。その話は機会を改めよう。その際はぜひ女同士二人きりでのんびり紅茶を楽しみたいものだな。スリランカに行った友人がバラの香りの素敵な紅茶を送ってくれました。ほう、ディンブラか。悪くない。ならば茶受けはパティスが良いぞ。この度の親族会議が無事にごまかし通せたなら、わらわへの褒美としてそれをぜひに振る舞え。約束であるぞ。わかりました。約束しましょう。では後ほど。うん、後ほどな。さてと、ここでブレイクタイムね。ここまでの展開だけど、なんか文句ある？何もないわよ。おしっこしたいならさっさと行ってくれば。ひどい言い草ね。金蔵はもう死んでるのよ。それがこうして歩き回って言葉を交わしてるじゃない。それって魔法ってことにしちゃってもいいのかしら。まあベルンにはこんな手今更通用しないわよね。しかしあなたはどうかしら、バトラー。これっておかしいでしょ。金蔵を蘇らせた魔法の存在を認めざるを得ないんじゃない？もしそれがベアトの真似のつもりならば、不愉快だから即刻やめろ。やっぱわかる？それでほらほら、バトルはどう答えてみせるわけ？こうして金蔵がカッポしていることを、いつものゲームみたいに頭を抱えて、こんなのわけわかんねえよって泣き言聞かせてよ。そして全然ダメだぜってお約束の口癖で、お得意のとんでもでぜひ反論を聞かせてよ。死んだはずの人間が歩き回れるわけないものね。集団妄想を見せる未知のウイルス、六軒島症候群の仕業とか、六軒島だけに住む謎の蝶の鱗粉に幻覚作用がとか、謎の秘密組織山犬が作った集団妄想を見せる未知の薬物プルプルピコピオの仕業とか、
気なトンデもいっぱい聞かせてよ。うるさい、黙れ。こんなのは問題にもならない。それを存在するかのように振る舞っているのは、なんとかじい様の死を隠して親族会議をごまかしきろうとする夏日おばさんの嘘だからだ。へえ、夏日の嘘。嘘をつくと死者が蘇るの？それって夏日の魔法じゃないの？この世界はブラウン管を除く前の世界、開く前の猫箱の世界だ。夏日おばさんがじい様と一緒に散歩したと語り、誰にもそれが嘘であることを確認できない限り、夏日おばさんがじい様とバラ庭園を散歩したことは夏日おばさんの事実として提示できる。だからじい様が現れることができる。ブラボー、あなた、ベアトがいないと冷静なのね。うるさい、お前も黙れ。お待ちなさいよ、バトラ。あんたのご考察によるなら、夏日しかいない場所には金像が現れることは確かに可能かもしれない。夏日しかいない世界で夏日が金像を観測したと主張したなら、誰にも否定はできないものね。でもあの場にはカノンが居合わせて、彼も金像を見てるのよ。それをどう説明する気なのよ。全く問題ないな。カノン君は後宮家に雇われてる使用人だ。夏日おばさんにじい様の死を隠すために口裏を合わせるように命令されてるはずさ。だから夏日おばさんと同じように存在しないはずのじい様を見ることができる。あいにくね、ラムダ。もうバトラはその程度の子供騙しには引っかからないのよ。そうみたいね。ま、こんなのゲーム前の前座よ。料理の前のアペリティフ。飲み屋のお通し。寿司屋の緑茶。うるせえ。青字で言い直さなきゃ先に進めねえのか。そうね。一応もらえる？じい様がすでに死んでいるにもかかわらず、何事もなかったかのようにカッポしているのは、じい様が生きていると思わせたい連中が生み出している幻想だからだ。同じ思惑を持つ人間たちはその幻想を共有できる。そしてあたかもじい様が存在し、ついさっきまで一緒だったかのように語る。だからさも当然のようにカッポしているんだ。よって夏日おばさんに組みしていない人間の前にじい様の幻想が現れることはできない。だからこそ書斎に閉じこもって出てこないという設定が必要になるんだ。ご丁寧にも、お前のゲームの冒頭で、じい様の死を隠すために夏日おばさんが南條先生たちを言いくるめるシーンまで見せてくれたじゃねえか。今さらこんな子供騙しには引っかからねえぜ。やるじゃない。
未知の薬物プルプルピコピヨとか期待してたのに。そんな妄言口にするわけもないでしょ。だってその存在を仮定することはファンタジーに屈したのと全く同じだもの。ウイルスだろうと薬物だろうと病気だろうと未知の要素である限りノックス第4条に違反する。第4条って何の話だ。ノックス第4条、未知の薬物および難解な化学装置の使用を禁ず、殺人にこれを用いてはならないという規則よ。なんだそりゃ。未知の薬物 X、 未知の化学装置 X は魔女と戦う上での一番の武器だろうが。それ全部正式なミステリーでは違反だから。未知のウイルス、未知の薬物、未知の病気、未知の X を仮定なんて立派なファンタジーなわけ。ご愁傷様、それがあなたの推理だったならあなたゲームオーバーよ。何を言ってやがんだ。あなたはベアトと真正面から戦ってきたつもりでいる。でもね、本当は違うのよ。真正面じゃない、ずれた角度で戦い合ってたの。あなたがしてた推理ごっこはファンタジー対ミステリーじゃない、ファンタジー対アンチファンタジーでしかないのよ。何を言ってやがるのかさっぱりわからねえぜ。だが一つだけわかることがある。俺のこれまでの戦い方にケチをつけたいらしいってことだ。私たちは魔女幻想というファンタジーを殺すために戦ってるのよ。それはつまりこの物語を正式なミステリーで解釈するということ。つまりミステリーの禁忌に触れる全ての要素は初めから無視して書かれということよ。無視だと。例えばこれまでのゲームで何度も密室殺人があったでしょう。ああ。あなたはベアトとその度に犯行現場で隠し扉が存在しないかどうか随分と熱心に確認していたわね。まるでそれ自体が戦いであるかのように赤き真実を織り交ぜてガキンガキンと派手に。あれ、私に言わせると時間の無駄だって。ノックス第3条で明記されてるんだもの。秘密の通路の存在を禁ず。ミステリーではね、秘密の通路はあっちゃいけないの。つまり正式なミステリーとして解釈しようとする場合、隠し扉があるのかどうかなんて論争初めからしたら負けなのよ。だってないんだから。存在するかもしれないと疑う時点でもうゲームオーバー。つまり犯行現場に隠し扉が存在しないことが証明されてないから推理できないなんて。甘ったれたあなたはミステリー失格。その時点でゲームオーバー。ミステリーで解釈する戦いをしてるつもりだったんでしょ。ならミステリーのお約束にちゃんと従わなきゃ。そういうことよ。すべての犯行現場には隠し扉が存在してはならないの。だからその存在を確かめる行為はすべて時間の無駄ってわけ。
お前が言ってるのはあれだろ。どこかで聞いたな。推理小説の条件10箇条みたいなやつだったか。ええ、そうよ。希代の魔女狩り大司教ノックスが振りかざす魔女をうがつ10本の鎖よ。それこそが魔女幻想というファンタジーと真正面から戦い打ち破るための正しい武器。さすがベルンね。厄介な武器を持ち込むこと、ファンタジーの大敵だわ。犯行現場を調べもせずに隠し扉の存在を初めから否定できるなんて、俺にはそれこそファンタジーだぜ。魔女側を受け持つラムダはファンタジー、それと戦う私はミステリー、あなたはただファンタジーを否定して交わし続けるのがやっとのアンチファンタジー。何から何まで反対だけど対案は一つも出せない。あなたどっかの国の政治家みたいね。うるせえぞ。お前たちとわけのわからねえ話をするためにここに戻ってきたんじゃねえ。さっさと話を続けろ。静かになさいよ。あんたの後ろの眠り姫が辛そうよ。ベアト、どうしたんだ、大丈夫か。大丈夫かって、あんたおかしなこと言うのね。その子を殺すためにあんたは戦ってるんでしょうが。あんたに合わせて第5のゲームを改装しているけれど、ゲームは今ベルンがかなり追い込んでいて魔女幻想を打ち破ろうとしているの。その存在が否定されかかってるんだもの。苦しむのは当然だわ。あなただって今金像が存在するわけがないと魔女幻想を打ち破ったわ。あなたの攻撃がベアトに通った証拠よ。彼女のその苦悶は。姉貴がイサンイサンって騒ぐから親父に聞かれちまったんじゃねえかよ。私のせいじゃないわよ。どうしようもないでしょ。たまたま廊下にいて聞かれてたなんて事故でしょ。事故。予算か。二人とも今回は運が悪かったと思って諦めるんや。男の機嫌なんてほっとけばコロッと治るもんやで。気分を害したお父さんがおかしな衣装を残さないでくれるといいわね。こら、マリアもはしゃがないの。エンジェちゃんが転んだらどうするの。お待たせしました。船の準備が整いました。ほな行くで。今はぐちぐち言っても始まらんで。またのご来島心よりお待ち申し上げております。
船は出ましたか？はい、たった今出港なされました。そうでしたか。見送りご苦労でした。主人はどうしてますか？先ほどお部屋にお戻りになりました。お休みになられるとのことです。どうでしたか？彼らはお父様のことを不審がってはおりませんでしたか？いいえ、親方様に遺産分配の話を立ち聞きされたと、エヴァ様などはそれは大騒ぎでしたとも。ねえ、あの慌てっぷり、傑作でしたね。はい、大層取り乱しておいででした。しかし熊沢もなかなかの演技力ですね。あの廊下での慌てっぷりは、本当にそこにお父様がいらっしゃったかのようでしたよ。熊沢さんはそういうのが大変お上手ですから。あーら、やだやだ、褒めすぎですよ。熊沢の病欠の電話は簡単に信じないよう、よく源氏に言っておかなくてはなりませんね。それは手厳しゅうございますよ、奥様。本当にご苦労でした。お前たちと源氏とシャノンには約束通り、過去1ヶ月分の休暇の買い上げと新たに5日の有給を与えます。秘密の手当ですよ。取得に際しては源氏と相談し、他の使用人たちにけどられないように。ええ、心得ておりますとも。ねえ、熊沢さん、声が大きいです。お、いけないいけない。そうですね、この話はこれまでとします。各自通常のお勤めに戻るように。そうそう、ゴーダに特別にお茶の用意をさせました。いただくように。これがパティスですか。私はてっきり焼き菓子のようなものだとばかり。知らんのか？ディンブラといえばこれだぞ。紅茶ならクッキー、ああチョコでもよいな。日本茶なら羊羹だが、塩昆布でもよい。中国茶なら小籠包。わらわは月餅も好きだ。驚きました。随分と文化に詳しいのですね。まあ、伊達に千年は生きておらぬ。世界の名茶は一通り試した。お茶の世界旅行といったところか。確かにそれは立派な世界旅行ですね。このような紅茶の楽しみ方もあると、
今日初めて知りましたので、これは貴重な体験です。わらわは六軒島より出られぬ身、これくらいしか旅をすることはできぬでな。そなたはどうか、富豪の妻らしく世界を優雅に旅してきたのであろうが。ジェシカが生まれる前は、主人はいろいろな国に私を連れて行ってくれました。嫁ぐまでは一度も海外旅行をしたことがなかったので、どれも新鮮な体験でしたよ。そなたも窮屈な家に生まれたらしいな。厳格でしたが、素晴らしい教育を施してくれましたよ。それを窮屈と呼んでは、お父様とお母様に失礼です。雄弁に窮屈であると語っておるわ。主人はお父様と違ってアジアの国が好きで、香港、台湾、韓国にタイ、マレーシアも行きましたっけ。クラウスめ、金蔵の西洋かぶれに反抗したつもりか。しかしアジアも良いぞ。日本人は丸ごと西洋かぶれだからな。外国といえば西洋しか想像せん。西があれば東もあろうに。私も西洋の知識はそこそこにありましたが、東洋の知識はあまりなかったもので、旅先でいろいろと主人にからかわれましたっけ。いいか、これは瓶楼という、ここでは庶民的な嗜好品だ。なるほど、これをかじればよいのですか。まあ待て、瓶楼には食べ方がある。確かにかじるのは正しい。かじる、もぐもぐと噛む。しかし食べてはならない。え、かじって噛むのに食べてはならないのですか。うん、かじって噛む、食べてはならん、そして汁も飲んではならん。胃を痛めるからな。わかりません。どうしてそんなものを食べなければならないのです。ガムのようなものと思え。噛んで味を楽しむ。噛んだくずと汁はこうして紙コップに吐き出す。あなた、お口の中が真っ赤ですよ。拭いて拭いて。嫌です、嫌です。結構です、結構です。こういうのは異文化体験だぞ。ここでしかできない体験をしなければ旅行の意味がない。
こいつは親父殿も好きでね。昔は取り寄せたのか、屋敷のテラスでももぐもぐやっていたものだ。夏日が来てからはやめたようだね。ほら、君が私よりも尊敬する親父殿も愛用していたんだぞ。ほらほら、遠慮なく試したまえ。いやいや、やめて、やめて、あなた。夫の肩に身を委ねて手なんか握っちゃったりしたわけか。なんだ、そなたら夫婦結構純愛ではないか。燃え上がっちゃったであろう、その晩とかん。もっとも、それも新婚の頃の話です。今は六軒島を出ることもできぬ身、カゴの鳥ですよ。それを言うならわらわも同じよ。死ねども死ねども六軒島よりは逃げられぬ。カゴの鳥はわらわも同じだ。あなたのことは知りませんし、詮索もしません。しかし軽んじれぬ境遇であったことは察します。老名主を気取るつもりもないわ。同じカゴの鳥同士、せいぜい仲良くしようぞ。わらわはそなたを気に入ったぞ。そうですか、ありがとう。この度の親族会議における使用人たちへの指示や采配は見事であった。金蔵が何時にどこにいて何をして何を残したか、それらを見事に共有させ、矛盾なく組み上げた。それらの緻密な計画書は高度な魔法陣のそれと同じ美しさがあったぞ。万一にも知られるわけにはいかぬ秘密ですので。
念入りに策を練りましたから。その緻密さと意志が絶対の成功を呼ぶ。どうやらそなたは魔女としてはラムダ・デルタ教の一派らしいな。それを魔法と自覚したならば、いつでも魔女見習いを名乗れるレベルだ。それを魔法と呼ぶなら、熊沢あたりはさしずめ仮病の魔女ですね。忙しい日に限って腰痛で休むと連絡があります。毎年親族会議の日にはいつもです。ああ、熊沢は違う違う、もっともっと高位の魔女であるぞ。正体知ったら驚くぞ。ロノウェが気を利かせて同じリンブラとかいう紅茶を入れてくれたぜ。バラの匂いが素敵な紅茶だよな。口に合うか？どうしちまったんだ、お前は。これも、また作戦なんだろ？落ち込んでるふりをして、後で、バーッと驚かそうって作戦なんだろ？それが狙いなら、もう二度と同じ手には乗らねえからいい加減にしろ。お前がそんなざまじゃ、こっちも調子が狂うんだよ。なあ、そろそろ引っかかったなバーカって、バカ笑いしてくれよ。どんなネタもあまり引っ張りすぎると笑えなくなるぞ。二番煎じなら特にな。笑ってくれ。あそこで夏日おばさんとお茶を飲みながらケラケラと笑ってるみたいに。せめてニヤッと笑うくらいはできねえのかよ。二度とないわ。その子が笑うことはもう二度と。どうして二度となんて言える！ベアトの笑う権利を勝手に奪うな。あら、赤で言った方がいい？
おめでとう。何がだ。ベアトがそのざまなのはあなたが勝ったからこその結果だからよ。何を言ってやがる。あなたはかつてのゲームで言ったわ。これは互いを苛む永遠の拷問だとね。そうよ、ベアトにとっても拷問だった。そしてその拷問ゲームにあなたは勝ったのよ。だからベアトの魂は殺され、人形同然の屍になりかけた。俺がベアトを殺したと言うのかい。勝敗はどちらか一方の勝とうとする意志がくじけた時に決まる。あなたとベアトの戦いという意味においてはすでに前回決着がついていたのよ。まあ、あなたにとっては預かり知れぬうちにだろうけれども。なら俺の勝利なのにどうしてゲームが終わらない。どうしてこのゲームがまだ続いている。その子の足首についてる足かせ、ラムダが施したルールなのよ。かつてあなたが屈しそうになったとき、私はあなたをサポートしたわ。あなたには知覚できないだろうけど、あなたにとって有利な展開とヒントが与えられるように私はあなたに助力した。だから今あなたはここにこうしていられるのよ。覚えてる？私に助けられたこと。同じようにラムダはベアトをサポートしてるわ。そして今度はベアトが屈しようとしている。だから今度はラムダが屈しないようにサポートしたわ。それが足かせ、投了を許さないことによってベアトをゲーム上救ったわ。何をどう救ったってんだ。本来ゲームは二つの終わり方があった。どちらかが負けを認めて投了するか、どちらかがチェックメイトでゲームに勝つか、ベアトはその前者に抵触しかけた。だからラムダはそれを潰し、敗北をギリギリのところで回避したの。ゲーム上は立派なサポートだわ。俺たちの勝負はもう決着している。なのにゲームは終わらない。だからベアトは俺に託したんだ。早く勝ってこのゲームを終わらせろってな。
真実なんてどうでもいい気がしてきた。ベアとの気が済んだならもうゲームなんてどうでもいいだろ。ベアとは投了した。俺は魔女幻想の真実など捨ておいて家族と家に帰る。それでいいじゃねえか。なに？真実に近づいたらベアトが苦しそうな表情を見せるようになったんで急に手心を加えたくなったの？なら好きなだけ手加減するといい。あるいはベアトに勝ちを譲ればいい。そして妹に孤独で悲惨な未来を無限に強い続ければいい。そういうわけじゃねえ。ならきっちり殺しなさい、その魔女を。あなたの目的はこの女を殺すこと。あなたは前回のゲームでベアトに壊れて口にしたわ。お前を殺すってね。ああそうかもな。だがそれはお前にとやかく言われることじゃねえな。知ってる？爪を剥ぐときはね、一気に剥いでくれた方がマシなのよ。あなたみたいに優しくおっかなびっくりとぐりぐりもたもたと剥がれる方がよっぽど痛い。あなたのしてることの方がよっぽど拷問だと思うけど。慈悲があるなら一気に殺しなさい。それが殺すということよ。余計なお世話だ。俺がこいつにどう引導を渡すかは俺が決めることだ。お前もあのラムダデルタという魔女も関係ない。俺が殺す。他の誰にもそれは許さない。その意志に変わりがないならいいわ。私はあなたにかけてるのだから。いいよ、決して忘れないことよ。このゲームに決着をつけない限りあなたが解放されることは決してない。あなたにだってこのゲームを放棄することは許されないのだから。分かってない。ラムダの狙いは分かってる。ベアトと同じようにあなたにも戦意喪失させて二人とも生き人形にしてこの世界を永遠に安定させることよ。そんなに嫌でしょ。私も困るわ。お前の都合など知ったことか。だが俺はゲームを捨てない。ベアトとの戦いの責任を放棄しない。目的が同じで嬉しいわ。そしてそれは躊躇なくその子を殺せるということよね。そうだ。で、あそこで夏日とお茶を飲んでるベアトだけど大丈夫よね？ああ、大丈夫。金蔵の時と同じよ。ベアトリーチェなんて存在しない。あれは魔女の力を借りて危機を乗り越える妙案を思いついたと信じる夏日が生み出した偽りの魔女幻想。
二人が並んでお茶を飲んでるように見えるのはゲームマスターであり物語の語り手であるラムダ・ベルカがそう解釈しているからなだけよ。夏日に対し一片の愛も持たずに凝視できたならそんな幻想が見えたりはしない。だから私の目には夏日が一人ぼっちで黙々と紅茶を飲んでるようにしか見えないわ。あれは夏日が見せている妄想。あそこにベアトリーチェなど存在しない。ああ、そうだろうな。お前の推理は正しいと思うぜ。だが、それをベアタの前で口にするな。どこで口にしたって同じよ。ここはベアトの世界なんだから。あとこいつを擁護するわけじゃねえが、夏日おばさんは本当に未知の人物 X、 ベアトリーチェと名乗る人物とこうしてお茶を飲んでる可能性だってあるんだぜ。この光景は1年前のものだろう。この日の島の人数が赤き真実で示されてるわけじゃない。そうね、この日の六軒島の人数についてはラムダも赤では語ってないわ。なら夏日おばさんが本当にベアトリーチェと名乗る女とお茶を飲んだと主張することもできるんだぞ。俺にお前の説を否定できないように、お前だって俺の説を否定できないように、だからそこにいるベアトが幻想だと断じることもできないぞ。ああ、猫箱理論？それ、ベアトには通用したかもしれないけど、私には通じないわよ。どうして？だって、夏日はそこで、一人ぼっちで紅茶を飲んでるんだもの。赤き真実はまるで刃物だ。魔女と戦う上で時に推理を切られ、時に反撃の武器となる刃物だ。知ってるわよ。それが何？みだりに使うな。刃物は使うべき時に使えば道具だ。悪意を持って使えば狂気でしかない。
これは魔女幻想じゃない。夏日おばさんのプライバシーだ。それを暴く権利なんて誰にもあるものか。この場に魔女が実在して夏日とお茶を飲んだと認めてほしいの。あなた魔女を否定するんじゃなかったの。1986年10月4日から5日の2日間のゲームについてはな。だがそのゲーム版の外についてまで俺は魔女の存在を問うつもりはねえぜ。そもそも悪魔の証明により魔女の否定は不可能だ。そしてこのゲームのルールに従い赤でそれを語るのもステイルメイトで禁じ手だ。赤き真実でさえ魔女の存在を否定はできねえんだぜ。確かに、まさかあなたに魔女の存在を語られるとはね。さすがラムダ、バトラーを人間犯人説と魔女がいてもいいという気持ちのうまいこと中間に引っ張り出してきたわ。人間の心を操るのに本当に長けている。私ももっとあなたを応援しないとまずいわね。お前らなど知ったことじゃない。消えろ。これは俺とベアトのゲームだ。お前たちに私はしない。嫌よ。何？だって私もこのゲーム楽しんでるんだもの。ベルンカステルにラムダ・デルタか。ワルギリアはお前の友人と言ってたが、お前友人は選ぶべきだったな。いや、むしろ性悪なお前にはお似合いなのか。